踊り込んでまいります。阿波踊りの元祖といわれる組踊りが天保元年に始まったことにちなんで天保連と名付けられました。豪快な男踊りの王と華やかな女踊りの銃が絡み合い、心弾む鳴り物と融合し、時とともに進化を続けています。女性のひな踊り、天保の舞は滑らかに